ここがポイント、スーパープレイ解説をお届けしたいと思います。今日もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ということでね、こちら皆様に、分かりやすくですね、解説の方にプレーを、深掘りしていただくという、企画でございます。はい、ということで、はい、説明これくらいにして早速やっていこうかなというふうに思います。それでは、2つですね、プレー解説していただきます。はい、まず1つ目の映像こちらです。お願いします。バルドラール浦安、ボールを持った形からですね、15番の吉田圭吾、右サイドでボールを持って中に仕掛けての左足シュートでした。このシーンですね、横井さん。はい、このシーンですね、はい、あの試合中もお話ししたんですけど、はい、吉田圭吾選手、ドリブル1対1のところにすごく特徴があって、うんうん、チームとしての強みなんですよね。はい、まずこのシーン、本来であればこの選手に対してのサポート、味方が助けなきゃいけないので、うんうん、この辺にサポートしたり、この辺にサポートしたりっていうところが必要になってくると思うんですけど、このスペースを開けていくことによって、うんうん、もう本当に純粋にここの1対1が行われてるっていうようなシチュエーションを残りの浦安の3選手が作り出したシーンですね。うん、なるほど、あえて孤立させて、はい、でなおかつ、まあ、ここの、ね、スペース、真ん中のスペースをうまく吉田選手使ったんですけど、うんうん、ここからシュートを打たれると、はい、これだけ人が密集しているので、なるほど、ゴレイロとしてはかなり見づらい状態を作ってますよね。うん、はい、なので多分純粋にこのディフェンス、味方たちがいなかったら、はい、ここからシュート打っても、はい、まあ、17-18メートルあるので、ええ、ゴレイロとしては、まあ、たやすく、まあ、なんならキャッチできるぐらいの距離感なんですけど、はい、これだけ人が密集しているので、うん、まあ、このようにね、うん、場合によってはね、誰かに当たって事故のようなゴールも生まれますし、うん、はい、まあ、ここでシュートを打ったことで高い位置のコーナーキックを取れた、うんうん、まあ、あわよくばゴールになってもおかしくないシーンだったと思うんですけど、うん、よっぽどね、あのこのように1対1に特徴を持っている選手がいる場合はもう本当にこの選手たちが、まあ、ここにも1枚いるんですけど、うん、はい、要はこう半分に切った時に、ピッチを半分に切った時にこのエリアを自由に使ってくださいね、このスペースを自由に使ってくださいねっていうような状態を作ってあげること、うん、まあ、バスケット用語から来ているアイソレーション、うんうん、1対1の形を作ってあげるっていうようなシーンですよね。なるほど、このシーンは何度かね、浦安は第1ピリオドから何回も送ってた、あの作ってたので、はい、まあ、第2ピリオドもこれは特徴として出てくると思いますね。うん、本当ここだけ切り取ったら、あの YouTube とかでよく見る1対1企画みたいになってますね。そうですよね、うん、まあ、これだけねスペースが、はい、これだけありますからね、これだけスペースがあったら、まあ、カバーリングがいけないので、うん、この選手がこうやって置いてかれてもこの選手出ていけることが難しいんですよね、カバーリングとして。うんうんうん、なのでもうこの選手にディフェンスは任されるというようなシーンだったので、大分としてもすごく対応が難しかったのかなと思いますね。はい、まあ、先日ロドリゴというコメントもいただいてるんです。確かに湘南もね、ロドリゴがいた時によく使っていた戦術がありました。はいはい、1つ目のプレーは浦安15番吉田圭吾のアイソレーション。はい、なのでね、チームでこうやって特徴を持っている選手がいたらこういったね戦術を用いるのも一つだと思います。はい、